将棋界の八大タイトルで最も歴史がある名人戦。午後5時、会場となる静岡市葵区の浮月楼では、明日の対局に臨む2人が実際の会場で盤や駒を確認する対局室見分が行われました。名人戦初挑戦の藤井六冠は、1983年に当時の谷川浩司八段が21歳2ヶ月で達成した名人獲得最年少記録の40年ぶりの更新と七冠の獲得を目指します。一方の渡辺名人は歴代4位のタイトル通算獲得31期を誇り、名人のタイトルの4連覇がかかっています。名人戦は7番勝負で、5日6日に都内で行われた第1局は藤井六冠が勝利しています。対局は明日午前9時から始まり、あさっての午後には勝敗が決まる見込みです。